皆さんこんにちは、ピアニスト中星かなです。今日はご自宅で新曲試唱の練習ができるアプリを最近発見したので、ぜひ皆さんにご紹介させていただきたいなと思います。音高や音大の入試の際にはほとんどの場合ソルフェージュの試験の中で新曲試唱、初めて見た楽譜をしばらく見て、それを正しく音程を取ったり拍を取ったりリズムを正しく取って歌うという試験があったりもしますし、そういったために新曲試唱を一生懸命今練習している学生の方、もしくは新曲試唱の練習をしていくことによってそれぞれの皆さんの楽器もしくは歌、それぞれの専攻のスキルが大幅にアップすること間違いなしです。そんなスキルアップのために欠かせない新曲試唱ですが、現在はコロナの影響もあってソルフェージュのレッスンがお休みになってしまったりとか、もしくは私もソルフェージュの生徒さんをレッスンさせていただいてて、ちょっと恥ずかしいなという、先生の前で思いっきり歌うのは恥ずかしいなという方なんかも、家でねスマートフォンだったりタブレットがあれば思いっきり思う存分歌う練習ができると思うので、すごく面白いアプリを見つけたので、ぜひいいなと思ったら皆さんも思いっきり歌ってみてくださいね。はい、私が今日ご紹介させていただくアプリはこちらの新曲試唱スタジオスチューデントというアプリです。なんかね、この他にもいろんな他のアプリ、新曲試唱ステップス、ソルフェージュをもっと楽しくとかね、なんかいろいろあるので、いろんな面白いアプリがあるんだろうなと思うんですけど、私がたまたま開いたこのアプリで今日は私が実際に歌ってみたいと思います。で、このアプリを開くとライブラリーの中にいろんなサンプル楽曲というのがありまして、ハレルヤ、野原王ソザンナ、アイゴトリズムとか、いろんな曲とか、入門、初級、中級、上級っていう風にレベルが分かれていまして、例えば入門1、トーン記号長調というのをタップすると、このような4分の4拍子のシンプルな2分音符が並んだ楽譜が出てきますね。そしてこれを、楽譜リストにコピーするというところをタップすると、このように楽譜が出てきまして、このようにタップするとテンポが80、 C メジャーで、マイクのボリュームのところが出てきて、音の名前がドレミレミレドっていうのが書いてるんですけど、まあ、これはね皆さんのレベルに合わせて非表示にも確かできたと思います。はい、で一回これで歌ってみたいと思います。でこの右下の主音っていうところを押すとドミソの和音を弾いてくれます。この調の1の和音を弾いてくれますね。そしてこの右上のねスケールっていうところをオンにすると、この調の音階が出てきて音程を確認することができます。これでちょっと歌ってみますね。ドレミファソラシドドシラソファミレド、100点が出ました。やった。このように音の高さもちゃんと認識してくれて採点もしてくれます。そして原曲キーもあれば、このオクターブ上、1オクターブ上で歌ったりとか、この下の1オクターブ下、まあ、2オクターブ下で歌いたい人ってあんまりいないかもしれないんですけど、どの高さで歌いたいかっていうのもできます。きっと楽器なんかでもねできるのかなと思います。そしてこれをリセットにしてスケールをやめて、さっきの波長調の曲を歌ってみますね。ドレで100点出ました。嬉しいですね。まあこのように音程、最初に、速さをねテンポを取ってくれて、でこの速さもねここで自由に変えることができますね。すごい、こんなアプリがあるんですね。一人で新曲試唱の練習をね思う存分できます。設定のところで移動度とかね固定度でもなしでいいのでなしにしますね。こういったことも、で主音を押すと主和音を弾くのか主音を弾くのかっていうのも選べて、テンポの初期設定ね、どのテンポにするのか、で楽器サポート、再生音もピアノのピアノ1、2とか、歌詞を表示して細かな設定もできます。これが無料ってすごいですね。びっくりしますね。多分あの追加料金払うとかもあるのか。あ、さっきいろいろ出てきてた新曲試唱アプリ、これ全部同じところが作っておられるんですかね。いろいろ出てきました。合唱とか面白そう。後でちょっと見てみよう。そしてちょっと入門は簡単すぎるので、何かちょっと面白い他の曲でいってみましょう。
では I got rhythm を歌ってみたいと思います。ファーソーシードドシソファーファーソーシードミドレレドレドシレレレミレレレソドドドレドドドファーソーシですね、もう一回行こう。では上級の曲を歌ってみたいと思います。ファラレミファドソシミファソドラシドドレドシラソファソラシレソドレミファ他にのダブルシャープとかが音程すごく取りにくいですね。もう一個上級いってみます。ドレミファちょっと待って、1オクターブ低く、違う、1オクターブ高くですね。ドレミファドレミファレレミファミミファソドファドミレミドミファソシソファミレミファレシシソミシドラソラファレラシソファソファソラソファミレミファレミ。上級も2曲挑戦しましたが、なんとか100点取れました。リズムだったりこの表紙バーがの表紙とともに光ってるんですけど、それを本当に心で刻みながら拍感もソルフェジで主唱を歌うときは拍を正しく感じて取れて歌えてるかっていうのも大事なので、この光る瞬間を同じテンポで見ながら表紙を感じながら歌うっていうのが上手に歌うポイントかなと思いました。音大卒の方なんかでも新曲師匠って懐かしいんじゃないですかね。私もこういう風に試験のように歌ったのは久しぶりで、すごくやっぱりお腹を使うなと思ったので、もしかしてダイエットなんかにもいいかもしれないですですしね。歌うことはすごくストレス発散にもなりますし、音程感調整を感じたり、いろいろ様々なことですごくいいですし、ここまでね無料でできるっていうのは素晴らしいと思います。なので皆さんもぜひチャレンジしてみてくださいね。それでは今日の動画はここで終わりたいと思います。ありがとうございました。さようなら。